日本鹿児島県鹿児島市東又町東又町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国日置郡郡山郷東又村、日置郡郡山村大座東又、日置郡郡山町大座東又。郵便番号は891-1102。人口は1266人、世帯数は645世帯。鹿児島市北西部に位置し、高月川。 水系川田川中流域に所在する。川田川流域に水田が多くあり、町域の南東には三重岳がそびえる。東西の山麓や山間に集落が点在している。町域を南北に、鹿児島県道211号、小山田川田加毛線が通り、東西に、鹿児島県道40号移住院加毛溝部線が、通っている。北方には、花尾町、南方に、川田町、 東方に、南吉町、本名町、西方に、油杉町、小山田町が接している。また、町域の中央部に、東又幼稚園、南部に、東又郵便局、和ず宮神社、スパランド裸、楽、寮がある。東又という地名は、南北長期より見え、薩摩国密委院のうちであり、東又名であった。1195年のに、 カジキ八郎親大らが四男成平に東又などを分割して譲ったと記載されており、二年後の1197年の図伝帳には成平は三井院の軍事として記載されている。その後カジキ氏は上級の乱で没落したため、最初氏が三井院の軍事を引き継いだが、最初氏の勢力が後退すると、島津氏の支配下に置かれるようになった。江戸期には、 薩摩国日置郡郡山里のうちであり、村高は天保豪町では2121 21国余り、郡山郷土氏によると明治初年には1184国余りであった。古くは厚地、湯月も東又のうちに含まれており、江戸時代の前期から中期にかけて東又村から分村し、湯月村と厚地村として設置されたとされる。また、同時期に、 村高が400国余り増加したという記録がある。東又には御茶屋と呼ばれる藩主の休憩宿泊所が置かれており、島津人支線が利用したという記録が残っている。明治5年に大工商区制が交付され、これに伴い郡山里の区域が第21大区となり東又村は第2小区となった。1878年には軍区町村編成法が施行され、 日お軍の管轄下となり、東又にも古町役場が設置され、1882年に川田村と厚地村の古町役場を東又村の古町役場に統合し、1884年にはさらに統合され、東又村の古町役場は氷山村の古町役場に統合された。1887年には東股に東股村、川田村、厚地村を 管轄区域とする一期警察署移住院文書の東股巡査駐在所が設置された。その後変遷を経て2015年に郡山駐在所と小山田駐在所と統合し、郡山交番が郡山町に設置されるまで東股に駐在所が設置されていた。1889年には町村制が施行されたのに伴い、それまで郡山里と構成していた厚地村、 東又村、川田村、油き村、氷山村、西又村の六村を合併し、氷山村が自治体として発足した。これに伴いそれまでの東又村は、氷山村の大字、東又となった。1879年頃には、東又の中央部に、東又小学が設置されていたと記録されており、1885年には、 川田村にあった川田小学を合併している。1887年に小学校令が施行されたため東又間以下小学校となった。その後1892年に厚地間以下小学校と合併し、大和厚地、大和川田、大和東又を学区とする港田尋常小学校が3大和のほぼ中央部に設置された。に入り南方小学校は 生徒数が増加したため、校舎の増築か敷地の移転を検討する必要が生じた。この際に移転候補地として、湯屋原地区が挙げられたが、通学距離が遠くなる大和沢辻の北部の岩と那須田の集落が移転の反対に強力に反対し、その結果公民大会では多様な案が出され、収集がつかななくなったと、鹿児島朝日新聞で報道された。また、 分立の案も提案され、これに反対する生徒による同盟休校が発生した。その後南方と花尾の二項分離案派と南方一項持増設案派が学区外の村議会議員を巻き込んだ形で対立を極め、1917年に不警戒において投票が行われ一項、持増築案派が多数となり、一項持増築案派が 郡山村長に実行を求めたがこれの処理に急して辞表提出するに至った。これに伴って助役が臨時損壊で本件の可否を取ったところ、2項分立派が多数となったが、以降も両派の対立が激化していき、1項維持増設案派が多くを占める大技東又は郡山村から分離して隣接する石木村への編入することを、 鹿児島県に申請する事態にまで発展したが、県からは却下された。最終的には、村の有力者であり村会議員であった、成尾お野のの説得により二項分離とすることになった。1920年に、厚地に花尾神城小学校として新設された。1928年頃には、製紙工場が地内に設立された。当時、郡山村では、 唯一の本格的な工場であったが、昭和教皇の煽りを受け1933年には閉鎖されたと言われている。1956年軍山村が下井住院村の一部を編入すると同時に、調整志向小郡山町となり、郡山町の大技となった。1993年に郡山町は東又の区域内に人、 もの、情報3つの拠点づくりを設立目的に総合運動公園を建設する事業に着手し、1994年に起工式が行われ、1997年に調整施行40周年に合わせ、総合運動公園の落成式が行われ、2000年に温泉活用型施設がスパランド裸、楽、寮としてオープンした。2004年11月1日に、 郡山町が吉田町、松本町、木入れ町、桜島町とともに鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって、郡山町の区域の大技については、地の区域を廃止し、当該廃止された地の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、 表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技東又は廃止され、大技東又の全域をもって新たに、 鹿児島市の町、東又町が設置された。2020年4月1日現在の鹿児島市指定の文化財は以下の通りである。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。東又郵便局、公共教育郵便局自社私立小中学校の学区は以下の通りである。 航空未設定区域については問い合わせが必要である。1877年頃にはすでに中川村からありや田村、氷山村、東又村を経て吉田村に至る吉田王冠が整備されており、このルートは現在の鹿児島県道4十号移住院加盟、溝辺線の一部にあたる。1934年の資料ではこの路線が、 移住院カモを線として県道に指定されていると記載されており、この時点では工事中であるが、ほぼ完成に近いと記載されている。なおこの路線は1958年に一般県道、カモ移住院線として認定され、1993年に主要地方道となり、翌年1994年に主要地方道、移住院カモを溝辺線となった。2003年には、 油ブラ町から東又町に至る東又バイパスが開通した。1927年には、村道厚地線として、石木村、小山田の塚田から東又を経て厚地に至る路線の建設に着手した。このルートは、現在の鹿児島県道211号、小山田川田加茂線の一部にあたる、一般県道。ありがとうございます。